ゴールキーパーは林です。最終ラインはキャプテンの小出、姿、そして U24 韓国代表に招集されたキムテヒョンに代わって左に内田が入ります。右のワイドにマセ、レフティー松下、中島、左ワイドには2戦ぶりのスタメンとなりました相良が入ります。シャドウの位置には宮城出身の豪家と木田、ワントップ山田という布陣になりました。ゴールキーパーは白井、最終ライン右に大卒ルーキーの桜井、センターバックはこちらも大卒ルーキーの井上、そしてレフティーの孫大河、レフトバックには左利きのレオ・バイヤが入ります。中盤には去年まで仙台在籍の石原、そして19歳の梶浦、かつて仙台でプレーした藤村、左には加藤が入ります。ツートップはここまで2ゴールを挙げている2人、林と奥田という布陣です。つなぎます。フリック、倒されてここで笛が鳴りました。イエローカードが出ます。小出にイエローカード。カウンター一戦、フリックしたボール、90分間集中することが大事なんだと柳下監督が話しています。金沢です。そして藤村、これも低い弾道、中折り返し、空振り、シュート、黒石原、決めてきた。先制ゴール、古巣に恩返しの一発、石原鮮やかボレーシュート。まずいいファールを取れたということと、しっかり藤村選手が逆サイドにいた孫選手を見れたというところ、仙台が2ラインを取っていたところで少し中島選手のミスも絡みながらですけども、やはり最初のコーナーキックでも話したようにセカンドボールは金沢の方がチャンスを拾えるというところの中で、しっかり立ち位置を取っていた石原選手が、しっかりボールに対してミートすることと、このコースですよね、しっかり仙台のディフェンダーの間を抜けるようなシュート、素晴らしいスピードだと思いますね。左サイドハーフに入っている加藤が中に入っています、しかも今の奥田選手が、しっかり拾いながらというところで、彼のプレーの質は高いですね。うまく加藤がこうしてリンクしながらチャンスを作って、林、抜けた、シュートに行く、ここも外、1対1決定機を迎えました。私たちがビルドアップの中からくさびを入れてスイッチを入れているという印象ですね、キッカー藤村、今度は高いボール、盛り返し、決めてきた。セットプレーからの得点、林今シーズン3点目、追加点を挙げました。孫選手のところ、先ほどの得点もそうですけども、しっかり強さで勝つっていうところ、そこがまず第一優先に仙台の方が弱かったっていうところは言えますし、金沢の林選手に関してはやはりしっかりゴールキーパーの林選手の前で反応する、ファウルスペースをうまく使いながら、今度は外のレーン回り込んで受けてダイレクト中、放り込んで、ここは林です。松下、あっとこれが引っかかった、そして藤村シュート、ループ気味、ここで決まって3点目、なんとあっという間の3点。仙台は切り替えが非常に遅いですね、今のも松下選手のミスには見えますけど、出したところとしっかり後ろも立ち位置取らなきゃいけませんし、それを読んでいたやはり藤村選手はさすがです。その後の落ち着きですよね、しっかりゴールキーパーの位置を見ながらスペースを見てループシュートを打ちましたし、金沢の全体的なその読みの良さが出た、素晴らしいゴールだったのかなと思いますね。松下、左に持ち替えます。そして左へ、これですよね、相良、追い越して内田、中、これは PK になりました。主審は PK を示しました。今日は柿沼主審、昨シーズン金沢戦でもゴールを決めているこの木田がキッカーです。決めてきました、1点を返しました、3対1。前半の41分、仙台も1点を返しました。これが反撃ののろしとなるかという PK。松下が蹴りました、後ろからエベルトン、マセのシュート、こぼれている、まだ残す、ここはポストに当たってそのボールを押し込むことができませんでした。豪華選手ね、うまく反応してましたけどね、白井選手のところが上回りましたね。マセのシュート、ポスト跳ね返り、豪華押し込めばというところだったんですが、レオバイヤー
切り返す。エベルトン、ここからクロスが入ってくる。中ヘディング、キーパー正面。山田のヘッドは白井が抑えました。マドフリーでしたね。あとはコースというところでしたけども、まあ、白井選手さすがでしたね。すごい。トヨンジュン中送って、ここはクリアします。あっと、ジェフェルソン・バイアーノの前にボールが転がって1対1になっている。溜めてシュート、ブロック林。シュートストップを見せましたゴールキーパーの林仙台。体を入れて、さあサイド、木田にボールを預けます。木田にボールを預けて勝負に行くか。レオ・バイアーかわしてシュートだー。1点返した、土壇場仙台。これで1点差。なんとか返しました。いや、ここで1対1でしたからね。まずは仕掛けること。まあ、少し金沢のカバーリングが遠かったような気もしますけども、まあ、それを見ながら自分の仕掛けの位置に持ってきましたね。まあ、再三今日は PK でも得点取ってますから自信もあったと思いますし。仙台コールが響く中、高く蹴り上げて、ここで試合終了の笛が鳴りました。金沢今シーズン初の連勝、アウェーで飾りました。